さあ、今回の、黒谷はですね、またまたレジェンドの回でございます。はい、大きい児玉賞です。よろしくお願いします。どうも児玉です。お願いします。お願いします。はい、あのロビーでは意外とあのね、喋らせていただきました。そうだよね。何よ、そんな訂正おかしいやないかよ。いやその訂正で文珍さんからこの服取ったやん。いや、これ文珍賞にいただきました。そうだよ。あの芸歴はあの芸歴なんですけども何年になりますか。芸歴としては前の相方から入れたら50年ぐらいでしょ。50年、うん、僕が4歳今54なんで4歳の頃に芸歴やってて、すごい長いですね。もともとはだから今の、児玉響という名前では なかったってことですか。児玉光ですね。児玉、ちょうど新幹線がほんだら、そう、あ、そうですか、うん、児玉と光、うん、で、まあ我々も新幹線と同じようにやがて新幹線は日本全国に伸びるやろから、私らも日本全国に伸びるように頑張ろうということで児玉光という光という名前、はい、師匠は誰になるんですか。あれでも師匠どうやってほんだら芸人になられたんですか。いや、勝手になったんですか。勝手になったよ。ノンブランで。いやだって、そうは思ってません。多分一般の人は、例えば、まあ、島田紳助やったら島田一門とかね、大きい一門っていうのがあるのかなって多分皆さん思ってる。 ないない、勝手に。その時ひかりちゃんと漫才やった時にプロダクションの社長が、はい、お前ら身長高いなって、1m78 やったね、はいはい、ひかりちゃん、はい、僕は1m76 ぐらいで、はいはい、その時代としては大きい方、はいはい、で大きいないので、ほんな大きいにせいだったよ。そのプロダクションになんで入ってたんですか。漫才師になりたかったら普通は弟子とかに入るじゃないですか、うん、いや、その弟子のやった2年や3年修行せなかい、そういうのあってますね、はい、それが家や。その時代そんなん通ったんですか。いや、通ってん。いや、昔なんかダウンタウンさんがね、ああトミーさんとか NSC の1期生の時にようね、う師匠がアイランクセンって昔いじめられた話を聞いてるんですけど、師匠もっと前からほんなそれしてたんですか。いじめられてしなかったんですか。うん、いじめられへんよ。弟子ちゃうくせにとかなかったんですか。うん、あの最初あの吉本来た時、はい、師匠ねとか言われるでしょ。言われるよ。いや、師匠ないんですよ、もう勝手にやったんで、別に通ったんですか。通ったんですよ。へえ、それやっぱりね、あの師匠を持ってあるお弟子さんがデビューしたあったら、はい、やっぱりみんなその師匠のあのつながりある、はいはいはい、みんなやっぱ優しいから。あ、なるほど。そうだけど俺たちは師匠がないから普通やね、言うたら普通は、まあ、別にいじめないこともない、ね、でもなかった、うん、普通やね。それで光さんと漫才をどこでやってたんですか、うん、吉本で。いや、違う違う、吉本もね、劇場契約だけで何回か出させてもらってて、プロダクションから。 すごいですね、そんなことできたんですね。当時ね、あの劇場の試合人推薦みたいなのもあってん、はあ、でよそのプロダクションしてるけど試合人が推薦してくれたら出れてん。あ、いろんな、ほんならそのノーブランドの人は いたんはいたんですね。でそこで言うたらスカウトしてちょっと出えへんかいう話ですね、うん、まあスカウトはされてんけど、まあ、お願いしに行ったんやけどね、へ、うん、で出して勉強させてもらったり、そんなのあって。でもその光さんとなんか賞を取ったりしちゃったんですか。そう、NHK の賞を取ったりね。あ、ほんならもうそこから一直線じゃないですか。いやけど、まあ、プロダクションがやっぱり弱いわな。へえ、吉本興業やったらえらい違いやな、やっぱりプロダクション弱いわ。ほんで それが どうなったんですか。スタタン出たよ、お笑いスタタン上な。おう、10周取れば、はいはいはい、あなたもスターになれます。それ初期中の初期じゃないですか。初期中の初期や。ダウンタウンさんも出てはりますよね、確か。だいぶ後に。トンネルさんとか。あ、トンネルさんは僕の後に出てきはったわ。でしょ、ダウンタウンさんも出てはるし、コロッケさんとかも。そうなの。そうなの。だから、あれはもう全国的にすごい有名なやつですよね。そうそう。それ取りはったんですか。それ10周取って。すごいじゃないですか。もう売れますよ、ほんなら。売れます。児玉光。もう5周目ぐらいの時から、いろんな映画とかコマーシャルとか決まっていったもん。すごい、もうほんならもう児玉光でもう一直線やないですか。一直線ですよ。どうしたんですか。え、どうしたんですか。禁止薬物があってね。禁止薬物をやってたことが分かったんですか。そうだ。え、だからそれも10周取って大阪へ帰ろうかなと思った時に、はい、もう連れて行かれたのかな、警察に。え、うん、その10周取ってスタジオ出て、スタジオで、まあ、劇場な、劇場出て、出て行かれて、そのあと僕は祝いで乾杯しよう思ってたんや。だって10周取りましたもんね、もう仕事も増えるし。ほな、相方さん行ってないよ、どこ行ったん、どこ行ったんって、分からんままに、はい、
ほな、まあええかいで乾杯しとって。はいはい、飲んでビール飲んで。うん、で、アクラさ。アクラさ。聞いて。え、それ捕まったって。うん。で、となってな、ま。ほんで、どうしちゃったって、ほんなら。ほんで、まあ一応解散になって。もう事務所が解散せえってなったの、うん、もちろんそうですよね。ほんで、相方募集、紹介になって。はいはい。で、中根井新聞社の方が相方募集してるって書いてくれはったやん。新聞に、ああ時代ですね、相方募集ってこのなんか寿司職人募集みたいな感じのやつ書いて、全紙の半分ぐらい、めちゃくちゃ面白いですよそれ。で電話番号書いてて、事務所の、書いて、はい、で今子供はこういうことやってる、こういうの考えてるとか書いて、それはプロダクションしてから今から売ろうと思ってるの、そんなことになったらもうたまりませんもんね。そう、相方募集やほら、来たんが響きや、何人か来たんでしょ、もちろんそんなでっかだかと、5人ぐらい来た、めちゃめちゃ人気ないじゃないですかそれ、5人、めちゃめちゃに全国紙に載ったんでしょ、半分ぐらい広告でバンバン来るでしょ、だって10週勝ち抜いてはんねんから、バンバンバン5人、5人、めっちゃ少ないですよ当時は漫才師になりたい人がおらんかったよな、あ、恥ずかしい、恥ずかしい職業みたいな見られた、数がね少なかった、5人来た、そうだよ、で5人来てどうしたんですかこれ、で5人して一応ね全部面接して、うん、師匠が僕と声のトーン合わせてくれて、声のトーン合わせ稽古してん、ほら、ああやっぱこの人と声のトーン合わんなあえてな、すんません、いや、その場合前で、はいはい、無理ですって、でまた時間して来やがったら、また声のトーン合わせて、うん、ああとか合わせて、この声じゃないなあとか、すんませんとか、ほんで響き師匠の時だけバチッ、大谷はあ、あこの声やわいていいわと、うん、ほんで君にするってその決定ですか、決定や、あら、で二代目光にはならなかったんですか、なれへんかったやん、光あいつ言えよって、誰がつけたんですか響き言うのは、いやあれ誰つけたの、あれ僕言ったんちゃうかな、子供やから今度響かなあかんのちゃうこれで、ああ、うん、あそうなんですか、そうやわ、子供やから響かなあかん言って言うんで響き、その時にもし望みってつけたらすごい買ったんですけどね、いや望みであれへんそんな、でも児玉で望みやったら光どこ行ってんって言ったらまだその話ぶり返しますよね、絶対ね、もう一回言わなきゃ、もう一回言わなきゃ、初めからねこれもう一回見てくれるから、ほんでやられて、ああまたトントン拍子ですか、トントン拍子やよ、吉本で、そっから吉本入って、そっから吉本入って、入って、で、最初劇場は1日2000円くらいあって、でも良心的じゃないですか、まだ良心的じゃん、ワンステージ、ワンステージちゃうんだよ、1日やね、1日2回の日もあったら3回の日もある、全部トータルでよ、トータルで丸1日、丸いじゃん、それ何回しようが2000円、なるほどなるほど、ね、はい、でそれでずっと1年な、劇場出してもらって、とにかく吉本の劇場に入る馴染みたいから、たくさん舞台出たやん、はい、お金よりも、何よりも、あ、なるほどね、だから当時吉本にね、うん、あの大演の会議があったんや、各マネージャー、あ、大演スケがね、スケの会議があったんや、はいはい、でみんなあの忙しい人もってある人が、はい、集まれマネージャーって誰の代わりは誰にすると、で例えば今月来月のこの日とこの日とこの日と劇場出れないんです、誰か大演頼みます、誰かないですかとかいうような感じのことをやらはんねん、うん、はい、でその会議に何でかしら、まあ、馴染みたかったら出たら言われたから、会議に出たの、うん、意味もなしに座ってたよ、お前ね、会議に出てたんですか、うん、意味なく、うん、変わった会社だったんですね、でみんなわわわわ言うてはる時に、はい、であこの日あかんダメやなとか言うてはる時に、それなんて僕ではあかんのでっかって聞いたんや、あそう大変僕らでやらせてくださいと、うんうん、せっかく、じゃそのために出てるんじゃないですか、まあ結局な、 お前なんで口火切れへんねん言うな目線やからみんな、だから俺にやらせろって言ってくれたら決まんのにってことですね、そうそう、すごいですよ、でほな当時まあダブルヤングさんの大演なんかこの人この人この人ってほなこだわ響きでって決定なんねや、へえ、で また違う人が、チャンバラトリオさんの大演、はい、大演なあ、あんなこだわ、あ僕とかで、あいいんですか言って、あこれはいいねとか、えらい ものすごい仕事ある、いやいや、それ全然
会社でやったらあかん談合ですよね、だってね、それあれ今やったらあかんやん、今やったらあかん談合ですよ、アウトやめちゃめちゃ嫌われますよ、そんな若手がそんなとこ出てて勝手にじゃあ僕代言で、僕代言で言われたらもう何しそうねっていう話やから、当時だから穏やかな会社の時代やったんですね、穏やかですよ、ほんまに、そどん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 頭角を現されてで代言たくさんやって、うん、慣れてきて、聞いたら年間108回の代言したらしいよ、むちゃむちゃやってますやんかほんまに年間108回365日のうち3分の1やってますやんか、それで本出番もありでしょ、本出番ありめちゃくちゃ出てますやん、だから当時3回あったやん、はい、梅田花月、難波花月、京都花月、京都花月あったやん、 3巻制覇してまだ1回出てんねん、7回出てる、ほんならもう慣れてきてだん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 漫才も上手くなられて、いやだんだん疲れるで、まあ疲れるわね、まあまあ、電車移動やから、まだしとらしんどいです、でも若さがあったし、まあまあまだそれで乗り越えたけどな、僕らデビューして今32年なんですけどね、その時にちょうどこう NSC 卒業した時に、もう師匠がもうワンマンライブするって僕勉強で見させていただきまして、すごかったんですよ、その師匠、あの時にあのね、そんなやつおれへんとか、ああそうだ、そんなやつおれへんやろ、そんなやつおれへんやろっていうのでボーンって行かれて、いや別にボーンはないで、仕事は増えたんやね、いや僕でもね感動したんですよね、なんでこんなに相方の響師匠を漫才中にバカにする人はいないと思ってるかいやいやいや、すごかったでしょあんた、え、うん、あの一番今最近やられないでしょあのネタ、やれ、あのがっかり、がっかりは日本には三大がっかりがあると、ね、日本には三大がっかりがあって、一つは札幌の時計台で、二つ目は高知県の播磨橋、三つ目は吉本興業のお前やあれなんでやらないですか、あれむちゃくちゃ面白いです、あれもうすっごい、まあでもあれ面白いですわ、あれ花丸大吉もね、あれ言うとあれなんでやらないですか、あれ僕めっちゃ、あれめっちゃ、いやあれやらないでしょ、ちょっとあの大先輩ですけど、僕も最近聞いてないなと思って、最近変えてあるでしょ、最近変えたいじりしやで、そうか、ちょっと緩めてるやん、緩めてるんですよ、なかなかあの響師匠がちょっと俺の話も聞いてくれみたいな感じで入られたら、お前の話はええと、お前はないあっても言うな聞きたない、そんな話すんねやったら後でゆっくり聞いたるんや楽屋でゆっくり聞いたるんやって、もう70近いでしょ響師匠、70はそんな70のね人にお前はないない腕上げてないかい、その話を聞いてほしかったんかい、いうやつあるじゃないですか、あるよ、あの前に僕はどうしても三大がっかりをやってほしいんですあの三大がっかりは面白いっすわ、ほんまに、うん、ほらやるわそれ、ね、やったら三大がっかりそんなやつおれへんっていうギャグとチッチキチがもう全国的に有名になったじゃないですか、そんなやつおれへんはもともとなんで生まれたんですか、初めね、あるあるやってん、あるあるネタをしてたんですか、はいはい、あるあるね、ヒビヤムも喋って、ああ、あるあるもうダブルボケみたいな、あ、しちゃったんですか、あるある、これではな、どうもその日比谷の方が若干笑いが低いね、あ、弱くなっちゃう、僕の方が大きいね、はいはい、これを同じように上げるにはどうしたらええ、で、あるあるはやっぱり仲良く見えんねんな、やっぱり喧嘩せなあかんなんて言うて、あ、二人で話し合ったんですか、で、それはないやろとか、そんなやつおれへんやろとか、こんなんで返したらどうやろって、はいはいはい、あんのに、はい、あんねん、業界がそんなんけど、そんなやつおれへん、なるほど、向こうはいやあるやろと言い返すし、うん、お前はないとちゃうんすよ、しょうがないバカにさあ、ほんでもっと誇張してそんなやつ、普通初めはもっとゆっくりだったんですね、そんなやつおれへんぐらいさらっと、でこっから粘っこくいきやったんですよ、粘っこくした方がよくね、なんかまとまってね、それ何回かやってるうちにこう改良されたってことですか、で一つの漫才に、3回そんなやつおれへん、はい、がラスト入ってくるから、はいはい、ほなだんだんその上がっていきるね、ボルテージがね、そうよ、
上がっていくねんいいねんけど、だんだんやってて3回言うのはどうもしつこいなって。あ、なるほど。あ、それはもう肌身でこう漫才やられて感じたってことですね、うん、はいはい、3回はしつこいな思って、はいはい、これ2回にしようかって、2回にやったらまあまあうまいこと言っとってんけど、やっぱり2回もしつこいなと。そうなんですか。こんなもん一発のもんやでと。はあ、落ち前に一発ポンって入れるんだ言うて、はい、言うて、はい、でそれの代わり何か言わなかんないで、でそこで考えたのはそらそんでやる。そらそんでやる。どんだけはしご外した時なんです。それがおもろいんですよ。響き師匠が一緒にはしご取ってるのに先上がってボンって外すから、そらそんでやらないか。思いっきりバカにしてますよね、その漫才中に。あの本気ではないですけど、漫才中にめちゃめちゃバカにされてるじゃないですか、の響き師匠が、うん、まあな。でも響き師匠が可愛く見えるんですよね、それで。可愛いよ、めっちゃ可愛い見えるよ。あ、そうなんですか。それだからあのその漫才ってこの若手とか見といたら分からないけど、片方どっちか可愛く見えたらダメなんですよね。そうだよ、しょうがない。あのうちの漫才は響きがアイドルですよね、うん、響き師匠がもうずっとこう言うたらね、 はしご外されてるというところなんですよ、アイドルや。もう未だにだからそのね、うん、なんかこう若々しい漫才をずっとされてるじゃないですか。ほかすごいなと思いますもんね。うん、あのね、僕ね、あの漫才の時に声のトーン下げるとね、ものすごい怠けとるように見えねんて。あ、だらっとしてるように見えるんですか、うん、はあ。ほんでもっと声のトーン下げるとね、はい、もういやいやしてはるわこの人みたいに見えねんて。自分では気づかずに、うん、はあ。それお客さんから聞いてん。でもまあええー、こと言ってくれたと、うん、だからちょっと上げて、な声のトーン上げるわ。へえ、それから上げ出したんです。これへえ、すごいですね。だからもう喧嘩もせずにでもね、すごい仲良し2人とも。そうそう、仲良しやで、うちほんまにすごいですよね、師匠とこね。それはあの自分のところも言うたら仲良しやから、まあ普通に楽屋では喋りますしね、うん、でも仲悪いとか楽屋も別とかいうとこはあるじゃないですか。ああ、いたけどね、昔はもっといたかったけどね。師匠とかずっと仲いいでしょ。仲いいよ師匠。別に健康的なこと一切してはれないじゃないですか。私はよ、でしょ、運動してるわけでもないだし。ない、私はもう深海魚を目指してるから。どういうことですか。深海魚。どういうことですか。だから深海魚はね、はい、クエとかでも、はい、海の一番深いところにおって、はいはい、ほんでずっと長生きして、じーっとして、じーっとして動かず、はい、じーっとして、ほんで脂が乗って、はい、ああいう高級魚になると、なると。それになりたい。それになり、深海魚だから動きたくない。うん、それはあのじーっとそこに置いたい、ね、これね。それで言うと、ただ僕ちょっと師匠が変わってはるなって思うことがあって、うん、3ヶ月、うん、晩、はい、晩ご飯、うん、ずっと同じもん食べはるじゃないですか。ああ、食べるよ。あれ何なんですか。いや、あれ、あれはな、あれ何なんですか。あれもね、あの自分の人生の中でも一緒やねんけど、あの飽きるまで知りたいねん、何でも。自分が飽きるまでしたいと、うんうん、あ、ハマったらすごいですね、うん、だから競馬でもずーっとやってらっしゃるし、うん、もう競馬でも50年からやってるやん。でしょ、うん、で競馬とかって分かるんですけど、うん、食べ物って、まあ、僕なんかはもうどっちかって言ったら食べること好きなんで、うん、今やったら今日これ食べたいなとか、こう日によって違うんですよ、うん、なんかこれ食べたいよなっていうのでテンション上がるんですね、うん、毎日オムライスとか嫌なんですよ。で僕ね、それがね、例えばですけども、聞いたんが桂枝雀師匠って第一師匠いらっしゃるんですよ。あの方も一緒の考えで、うん、毎日フグを1年間食べはったらしいんですよね。でそれが僕ね、あ、こだわりやなと。しかも高いフグを毎日365日食べれるぐらいの財力があってっていうことの僕ら憧れですよ、うん、で師匠も僕ら大先輩ですから、もう憧れじゃないですか、うん、でも師匠は毎日焼き椎茸のみ食べるじゃないですか。あれ何なんですか、あれ。焼き椎茸のみ。どういうことですか。焼き椎茸でね、今までの中で食べたことなかったんや。いや、そんなことないし。どういう椎茸のなんか炊いてるやつとか、まあまあ軸でにしようか、あんなの食べたことあるっていう。嫌いでもなかったと。嫌いでもない、うん、だけど焼き椎茸というジャンルは初めてやね。バーベキューとかやったら今日出てきますよ。バーベキューせえへんもん。あ、せえへん。俺アウトドア嫌いやわ。あ、なるほど、動けへんし、深海魚やから、ね、深海魚。で焼き椎茸どこで食べやったんですか。それが、はい、たまたまスーパーへ嫁はんと買い物に行った時に、これごっつい椎茸が、どんこいやつ、どんこいのあれ、はい、このあの
もう傘が大きくてブリッとしてるね、うんうん、肉厚のああ高いやつですね、あれ、はい、あれ肉を入ってなんか680円か高いだから売ってて、はい、ほんで嫁はんに「しいたけってこんなに高なってんの?」って聞いて、はい、シイタケは200円ぐらいのもんよ。もうそうやね。はい、思ってたよ。はい、いや、ここの大きいからちゃうじゃん。こんな食べたら美味しいかな、あれから。嫁は、ああ、焼いて食べたら美味しいんちゃうよ。こんなもん煮付けみたいにできへん。それはそうやと、もったいないと思うねん。焼いたら美味しいよ、もう。へえ、焼くもん。何で食べるの、生姜でええんじゃん、と生姜だから、はいはい、醤油でええの、醤油と生姜、生姜言うのね、それでええわ、はい、あんまこういっぺんこうてんのよ、こうだよ、こうだ、めっちゃうまかったよ、うまいな、うまいな、しいたけで焼いたらこんなうまいんだよ、そっから始まった、そっから3ヶ月、あ、しいたけで3ヶ月もっといったな、毎晩ですよ、毎晩そんなしいたけ、イノシシじゃないんやから、そんなしいたけ、イノシシ、しいたけ食べんのか、知らないですけど、知らんのこと言うたかいな、で、そうでしょ、で、その前焼き豚やった、その前焼き豚って何でしたっけ、しいたけ、ドア玉はマグロやね、マグロから始まって、それが3ヶ月、マグロから作りですよね、まあ、お刺身、お刺身、でー食べとって、はい、で、マグロから焼き豚にか、焼き豚や、それ言うて焼き豚言うてあったんですよ、焼き豚ね。毎日焼き豚、焼き豚のあのタレが少ないとこあるさかい、焼き豚のタレ売ってるとこ知らんかい、僕が聞いたんです、なんでですかって商品聞いて、いや少ないね、いや焼き豚少ないな、ほんなこんな焼き豚のタレ売ってますよって僕が言うたら、うん、ありがとうって、でも量多いですよ大丈夫、3ヶ月は食うからって、うん、ちょっと待ってください、ちょっともう一度話を、その焼き豚をなんでおっしゃいましたって、3ヶ月連続で食べると、うん、師匠3ヶ月も連続で焼き豚食べるやついませんから、うん、って言ったら食べるんやと、食べるよ、食べたよ、それね、一個のメーカーばっかりじゃないよ、メーカーさん焼き豚容器出したんやんか、はい、全部味見したんですか、うん、一応、はい、3ヶ月かけて、うん、これやって決めた、これあそこのメーカーのこれやって決めて、そっからまた食べるんですか、うん、3ヶ月、ほんで6ヶ月ですよ3ヶ月かかってんやん、最初選ぶのに1ヶ月ぐらいのもんやん、何個か聞きましたよ僕、うん、何でしょ、まだあのあれもあって、焼き豚あって、ほんで梅干しあって、梅干しあのでしょ、梅干しめっちゃうまいね、梅干しでな、ビール飲んでみ、ほんまあっという間に4缶ぐらい開くで、これも変わってましたね、師匠は毎日もう決まってたルーティーンが8時間かけてビールを8本飲むんですよねこれ毎日ですよ、毎日8時間かけて8本、そうや、1時間1本、はい、でそれでそれ、まあ、平均取ったらそうなるけども、はい、1時間に2本の時もある、ある、でもお風呂入ってまた、まあ、その間お風呂入ってまた出てきてまたビール飲む、ほんで梅干しで、うまいなおいって、晩ご飯食べないんですかしょ、うーん、梅干しのみですか、うん、よっぽどの時やな、梅干しのみ、うん、あと梅干しな、なんか言うたら梅干しだけではあかんか言うたら、あの昆布の佃煮な、佃煮、昆布のあれ辛いの、いや昆布のあれ辛いの、ね、おにぎりにはしないですね、それもおにぎりの具ですけども、そうなし、おにぎり、ね、もうビールがお腹いっぱいになるから、もう10時回ったらお米は一切食べんもん、そから太りはらないですよね、そうかな、なんかずっと僕だから毎回聞いてるんですよ、うん、今回の、うん、今な、あ、終わったんですか、椎茸、椎茸終わったの、今何入りましょう、各編、白菜の漬物や、出たー、塩分高いわ、塩分むちゃくちゃ高いわ、いつ始まりましたか聞いてないんですよ、僕ちょっと教えてくれるのは、あのそれ駅目線のラジオでクイズにしてるんですよでしてるんですよ毎回、さて今回のはい、ファンクル終わりましたよ、3ヶ月経ちましたよ、さて今月の児玉市長何にハマっているかクイズ、これやってるんですよ、あそうかや、これやってるんですよ、これ、うん、いやそれな、たまたま嫁はんが白菜の漬物を超えてきたんや、はい、で、まあ、ちょっと食べるわな、まあね、食べたんや、ほんなら、ああこれあれやな、ぬか漬けちゃうやんこれって、あんまりないんですよ今ぬか漬けって、な、うん、あんまりないですね、で僕はその35年前に家の近所の踏切の横にあった八百屋さんが、うん、作ってる、八百屋さんがやねんけども、作ったね、昔ありました、八百屋さんで漬物、大きい樽に樽につけて石置いてあの白菜を思い出してもうたんや、ピーンと田舎のおばあちゃんが作ってるみたいなね、そうそうそう
で、あの白菜の漬物を食べたいと。なるほど。言うてんけど、その店もう潰れてないねん。ない。こばやっぱあれを探そうって。はい。で、祇園会と出てる時に。ほうか、京都やから。京都やから。うん、それは有名なね、お店。いっぱいおつけもね、そりゃそうです。順番に回ったやん。むちゃくちゃありますよ、むちゃくちゃ。そうや、劇場の近いとこ、まず川勝さんから入って。入って。ないかと。ぬかつけないですか、って。4個、こうって書いて。はいはい。で、家で、ちょっとぬか落として、食べてんけど。はい、違う。あ、違う。あの、線路際の八百屋のおっちゃんとこの飴とっちゃうねん。ちょっと、前から思ってんでしょ。黒谷をたら、絶対これ探してくれて。今、白菜の漬物探す旅に出てはるんですか、ほんとに。そうやん。あ、まだ決まってないんですか。決まってない。あらー、今、これでええの言えたわ。ちょっと探してや。ものすごい大役任せられてるんですけど。線路際。いや、無限にあるんでね、え自分そんなの探すの得意やない。黒門市場行ってはれんのちゃいます、それで言ったら。行ってないよ。黒門市場の漬物屋さんは、うん、絶対ぬか漬けやってますもん。ぬか、はい、おもかい、はい、やってます、やってます。あ、ほな行くわ。黒門市場に僕もちょっと探しますわ、ほんなら。ほんま、はい、で、師匠も出番の時に持って行って、いかがですかと。ええこっちゃね。もしくはこれ見てる人にちょっと募集しましょうか。うん、あの、普通に使ってるよりちょっとひね、ちょいひね、あの、ちょっとやったら買ってきたやつを2日ぐらい置いたらもう一気にこう発酵しますんで、家でも。あ、そう。すぐ食べずに、まあ、一回食べてこれちゃうなと思ったらぬかも入れときますんで、そのまま冷蔵庫入れてください。ベランダ置いたらダメですよ、虫よくから。小早枠からだから冷蔵庫で大丈夫なんで、それ置いといてもって、うん、何種類か置いたらこれで、もしあのこれ見てる方多いんでね、うん、あのここの漬物ぬか漬け美味しいですよっていう、ああええな、取り寄せることもできますんでね。ああ、そうなの。今回はですね、師匠来ていただきまして、あの昔の話からあの、ね、はい、今までの至る話まで聞きましたけども、はい、結局最終的に僕は何が言いたかったかと言いますと、うん、大木こだま師匠は3ヶ月同じものを食べるっていう、うん、ピンポーン師匠ありがとうございました。ありがとうございました。